S, S 端子、S 端子、S 端子とは、テレビや VTR などで用いられる映像信号入出力用接続コネクタとその信号の規格の一つであり、S は、セパレート、セパレートの略である。セパレート端子、S1、S2 映像出力、S1、S2 映像端子、S1、S 映像、S ビデオ、S 映像など様々な表記法がある。 信号はアナログ信号である。NTSC などのコンポジット映像信号を、輝度信号、同期信号も、頂上と色信号の2系統に分離、セパレートして伝送することから、このように呼ばれる。プラグに向きがあり、内部のピンが折れやすいので抜き差しを繰り返す用途には向いていない。接続ケーブルは両端ともに同じ形状であり、 S 映像コードや S 映像ケーブルと呼ばれる。また S 映像コードとステレオ音声用の白赤色日本コードと三本一体となったものもあり、長さ10メートル程度まで市販される。ドイツなどでは、星電、コネクタなどを開発製造する日本の企業と呼ばれることもある。当初は1987年1月に日本ビクター、現、JVC、ケンウッドから発表された S。 VHS の企画発表時に同時に発表されたもので採用第1号機は同年に日本ビクターから発売された HRS7000 である。これに VHS5 社連合が補聴を合わせ各社がビデオデッキやテレビに搭載を始めた。SVHS に若干遅れて発売された ED β や Hi8 企画のビデオデッキなど SVHS 企画対応機発表以降に 発売されたほとんどすべての家庭用映像機器には、この S 端子が採用されている。SVHS 登場以前から存在した、レーザーディスク機器においても、S 端子が採用された。しかしながら、販売店の商品札、廉価製品のパッケージレベルでは、長らく SVHS 端子、SVHS ケーブルと、呼称されてきた。本企画が普及した後かなり経ってから登場した。 DVD レコーダーや BD レコーダーにおいても、この S 端子が採用されている。しかし最近では、コストダウンのためか、エントリークラスの AV アンプや B プレイヤー、低価格帯のデジタル放送受信用チューナーや、廉価版のカムコーダなどでは、コンポーネント映像やコンポジット映像は出力はできて、S 映像出力はできない製品が増えてきている。一方で、 最新式の BD レコーダーも含め、多くの家庭用映像を録画機器には、コンポジット映像入出力端子や S 映像入出力端子はあっても、コンポーネント映像端子に関しては、出力端子のみで、入力の方は、日始めの製品が多い。そうした家庭用機器であっても、コンポーネント映像と S 映像を相互に変換できる、市販のコンバーターを用いる必要がある。 薄型テレビの場合、発売当初はこれまでのブラウン管テレビ同様に S、S1、S2 入出力端子が標準装備されていた。しかし、ケーブル1本のみで高画質、高音質の AV 信号を伝送可能な HDMI が2002年登場し、翌2006年にはそれに連動操作機能を加えた HDMI リンク機能が加わるようになると、テレビ番組録画は、 従来の AV 接続より操作、接続が大幅に簡略化された HDMI 連動へと移行し、S 端子、SVHS の地位は徐々に低下していった。このため2000年代後半になると、モニター出力の s に、S1 端子を排出する機種が出始め、2010年秋冬、モデル以降は S2、S1 端子自体を全廃する機種が増した。これにより、 従来型 SVHSWVHS。ただし、コンポーネント D 端子変換ケーブルを使用して 1080i 相当で接続可能ハイ 8ED、ベータなど、旧来の民生用アナログビデオデッキと2011年構成像のデジタルテレビを組み合わせた場合は、映像ケーブルがコンポジットになるので、D、VHS ビデオデッキやシャープの SVHS の一部機種など、 コンポーネント出力が可能な一部の機種を除。ただしこちらも、端子自体を全廃する機種が増加している。画質は汎用型 VHS デッキと変わらなくなり、さらに、アナログチューナーのみ、搭載の従来型録画機で、テレビの内蔵チューナーを使って、デジタル放送の録画ができなくなっている。ただ、多くの薄型テレビには、パソコン用、 アナログ RGB 入力端子が搭載されており S 端子での接続ができないという問題は S 映像をアナログ RGB に変換できる市販のアップスキャンコンバーターを用いれば解決できるアップスキャンコンバーターは安価なものなら家電量販店などで3000円前後で販売されているこの他市販 AV セレクターの中には 入力された S 映像信号を超解像技術によって、技似的に解像度を補完した上で、D 端子や HDMI 端子から出力できる機能を有しているものもある。なお、テレビに S 端子がなければ高画質での視聴ができない機器は、アナログ VTR 以外にも DV 方式のデジタルビデオカメラ、薄型テレビによっては、i-link 端子が搭載されている場合があるが、 それらは DV 信号には対応していないほか、レトロゲーム機など多岐にわたっている。レトロゲーム機の場合は RGB21 ピンを活用する場合も考えられるが S 端子よりも先にレガシーとなった規格であることや他の機器に転用できないことなどからも現在でも S 端子のゲーム機におけ需要は欧州のスカート端子などと並んで根強く、現在も 非純正の新品 S 端子ケーブルが購入できる。家庭用ビデオテープレコーダーでは Y、C 分離し、色信号を定域変換した上で記録する方式が採用されている。このため、コンポジット映像信号の混合方式では記録、再生の過程で信号の分離と合成を理解し、信号の劣化が進んだ状態で表示される。それと比較して S 端子で接続する場合、 より良好な画質での視聴が可能となる。なお、信号は、コンポジット映像信号と同様に、SD 画質である。色信号は、本格的なコンポーネント映像信号のように、CB、CR などに分離したものではなく、両者を直行変調した形態である。これは、NTSC 規格の色副反送波と同等である。ため、単に Y と C を混合すれば、 コンポジット信号が得られる。SVHS ではない通常の VHS 方式やベータ方式は Y 信号が C 信号の帯域まで伸びておらず干渉が少ないため従来のコンポジット端子でもほぼ画質を損なうことがないとも言われている。しかしながら元来分離して記録されている Y 信号、C 信号を混合し再び分離することになるので 信号処理のロスは大きい。特に、ダビング時の接続では、RCA 端子でのコンポジット出力、入力では、画質の低下を招くと考えられるため、S 端子による接続が望ましい。なお、レーザーディスク規格の場合は、ビデオテープの場合とは異なり、軌道信号、色信号は、一緒に記録されている。そのため、受像機側の Y、C 分離回路の性能が、 レーザーディスク機器のそれを上回っている場合においては、S 端子による接続ではかえって画質は低下する。S 端子を採用して、以降のレーザーディスクの機器では、すべての映像出力信号に Y、C 分離処理を行い、RCA 端子の出力では信号を混合していたため、かえって画質の低下を招いた。レーザーディスクの上級機においては、そのような処置は行わず、 RCA 端子からは Y、C 分離回路を通さない信号を出力しているとして、これをダイレクトコンポジットと称していた。従来の S 端子での信号の他にワイドクリアビジョンやダウンコンバートした HDTV 映像など、アスペクト比16、9、いわゆるワイドテレビ対応の信号を追加した S1、及び S2 端子も定義されている。この拡張は色信号 C に、 バイアス電圧を加えることで区別され、端子側の対応による光術が最大3種類までを識別できる。使用するケーブルやコネクタは同じである。本来、C 線は直流信号を伝送するよう規定されていなかったため、交流結合されて判別機能を備えない映像機器を経路の中間に挿入することで識別が不可能になる。この欠点を克服するために、 垂直気線機関内の映像信号に特殊な識別信号を頂上させているものもある ID-1S 端子の形状は基本的にミニジン4ピンであるミニジンコネクタは通常コネクタの内側に向かって出っ張りがあるが日本では外側に出っ張りのあるものが一般的に使われている通常の機器ではメスコネクタ側にも切り欠きがあるため問題なく 挿入できるがメーカーによっては機器には切り欠きがないことが多く通常の S 端子ケーブルを接続できなかったり無理に接続すると外せなくなる場合があるまたそういった機器を使用する方法として過去の Apple 製コンピュータに使用された ADB Apple デスクトップバスケーブルを大体利用することが可である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください